なんだ。もうちょっと、もうちょっと AI のとこだったかな。フェアランクアップ。ということで、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘブンズ・バーンズ・レッド始めていこうと思います。イベントはあるのかな。ガチャだろう。スコアタック。これ何？
まあ勝てないと思うけどやってみよう。なんかすごいのがやってきた、うん、エヴァかな。30ターン制限があります。あ、でも絶対強くないかも。必殺技があるかもね。結構気づいてる。これでブレイク。え、何これ。ああ、見た目騙しか。さあ5ターン目。ここはダメージがそんなに与えられてないのが辛いな。ブレイクしてからが実は結構強いとか。倒した。なんかもらえるみたい。経験値はなし。アイテムもなし。単なるタイムアタックか。難易度設定ができるんだ。やっぱり強くなってるよね。これでブレイク成功。
何をするか。当然これ回復します。ダンジョン行きましょう。速やかに。何かあるようですね。やはり行き止まり。
私らならやれるさ。なんて落ちてるの。戦線のことを思い出すわね。すでに計略は動いている。中ボス、この段階のボスですね。この花を見ながら。
砕けろ。突撃は山内様、あなたの脅威を見定めよ。一気に行こうぜ。下がれ、その攻撃はグザくぞ。してると戦線のことを思い出すわね。どんどん行くぞ。うん。バトルレポートか。迎え撃つぞ。
なんだこと、ついに。何かあるようです。すでに計略は動いている。さあ、気がついたら32階ん？しました。何かあるようですね。進むべき。どんどん行くぞ。
に計略は動いている。進むべき。何かあるようだぞ。何かあるようですね。目にもの見せてやろうぞ。一斉にでタッチ。負けられないわね。もらった。いい感じじゃない。この文豪やっちまうでいいね。食らえ。借りましょう。どうだろう、いけるかな。あ、いけるようになった。
けろ。こんなことはああいうのどう聞いてないみたいだぞ。届かねえな。私らならやれるさ。風のささめき勝利とは我ら死滅に死ぬ。別の方法を考えた方が良さそうだぜ。この花を見始めましょう。開けろ。私も本気を出しましょう。聞いてないみたいだぞ。一気に片付けるぞ。別の方法を考えた方が良さそうだぜ。
やろうと。どうだ、聞いてないみたいだ。この文がやってまうでしょ。後ろから失礼いたします。そこだ。最後
私らならやれるさ。さあよっこらしょ。タイミングこういうのはどう？決めてないみたいだぞ。届かぬ目に物見せてやろうぞ。風のささめき勝利とは我ら示す道よ。じゃあオライン、こういうのはどう？待ってました。さあどうだ。山内様、この方法を考えた方が良さそうだぞ。おっと待ちないでき。さあよっこらしょっと、こういうのはどう？別の方法を考えた方が良さそうだぞ。私らならやれるさ。山内様、こんなことはできそうだ。聞いてないみたいだぞ。この花を
当に伝説始めちゃう。さ、次の敵はどいつ。やった敵。キッ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 。本日もフェーズ1の訓練です。なんだフェーズ1。はい。同じ部隊長とは思えない反応の差だな。うちの部隊の方がすごいはずなんですけどね。昨日の訓練で皆さんはポイントアルファまでのルートを制圧完了しました。今日はその先にあるポイントベータ、
菜の花台展望台までのルートを制圧することが目標になります。ポイントベータの制圧に成功すればフェーズ1訓練は終了です。今回は特に一機火星の攻略が重要視されます。戦闘速度を意識してください。そういうのやってない。やってもらいます。戦闘速度を上げる方法は判断力の向上よ。味方が何を考えて何をしようとしてるのか常に複数パターンを予想しておきません。特に茅森さん、あなたの指示が全体を動かしてるのよ。私？なんだと思ってたんだよ。まあ分かってはいるんだけどさ、なかなかうまくいかなくて。自分に余裕がないと感じたらその場面だけ誰かに指示を任せるのも手段の一つよ、うん、例えば前線で枚数が足りないなら泉さんに指示を預けて支えに行くとかね。ユッキー、その全力ですがるようなね、やめてくれ。もちろん任せっぱなしはダメよ。でもあなたたちの連動は確実に向上しているからそんなに不安にならなくていいわ。勝った、この勝負もらった。ずっとそれくらい前向きでいろよ。私からは以上よ。では訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。まあ推奨能力は余裕だからな、倍あるからね。さあフェーズ1最後の日だ、頑張るぞ。すげえやる気だな、いつもそれぐらいの頼もしさでいろよ。本当に葵も見習わなくちゃ。来ました。無能は引っ込んでない。Thank you.
気配を感じ、もうなんだろう。かやぶりさん、12時の方向に敵へ。やるとしますか。よっしゃ、行くぜ。スムーズにやってやるに、ね、皆さんは最中へのバックアップです。前に出ないでください。葵、こっちは大丈夫だから、イチゴたちのサポートしてあげて。やられたキャンサー、後を濁さずってな。
カッコつけてるが意味わからなさすぎてバカみたいだからな。ここら辺がポイントベーだよな。ってことはこれで訓練は終わりだな。展望台からやったーって叫ぼうぜ。それを言うならヤッホーや。誰の肺活量が一番すごいと見せつけてる。緊張感ゼロだな。おめでたいやつらに。エミュレーションお疲れ様でした。ポイントベータまでのルートの制圧を確認。フェーズ1訓練は成功です。よし、ええ感じやですね。見たかユッキー、ざっとこんなもんだぜ。誰にどやってんだよ、隣で戦ってたわ。31A の皆さんありがとうございました。あたしらのおかげだろ。当然だにゃ。迷惑かけてなかったでしょうか。つまらん、事故でも起きればいいのに。いい感じね。どっちの部隊もちゃんと自分たちの意見や要求を相手に伝えることではっきりした指針を持って行動できているわ。じゃあ本日の訓練はここまで。皆さんお疲れ様でした。かんだで今日も疲れたな。でもこのままじっとなんてしてられねえな。これからパルクールか。頑張れよ。ちげえよ、何考えてんだよ。葵のことだよ、心配じゃねえのかよ。待て待て、お前の普段のノリに合わせただけなのにそこまでキレられると理不尽すぎて、この先お前とやっていけるのか不安になる。私らなら大丈夫だよ。最高のコンビじゃん。何不安になってんだよ。なるよ、いきなりキレられたら。それ言うならユッキーもじゃん。あたしは理不尽にはキレない。あたしもだ。言い返したいのは山々だが時間の無駄だ。そういうことにしておこう。そうだな、もしゲームならスキップされちまう。私がいるから大丈夫です。どこから来るその自信は。話戻さんか。自分らほっとくとクソつまらん漫談ずっとしよるからな。一向に話進まんわ。ひでえ言われようだ。そうね、 31B チームワークバラバラみたいだし心配。よし、私一人で話してくる。どうする気だよ。それは心のドアを永遠に閉ざすため。心のドアを永遠に閉ざすため。引きこもりになるわ。え？その奥にある心の声を聞くためだよ。なら閉ざすなよ、開けよ。心の声から遠ざかるだろう。ナイスハッキング。何もしてねえわ。まあ私に任せておけよ。繊細な部分にそっと潜り込んでいくのは得意なんだ。この中で一番向いてる。一番無神経で気まぐれな人間なのにな。己への過信がすげえな。ルカさん頑張。ああ、みんなもうの頑張れよ。頑張らねえよ。はあ、まったくあいつはいいやつなのかただの変なやつなのか、どっちだ。ただのおせっかい焼きさ。まだいたのかよ、普通いないものだろ。何か用ですか。葵がどこにいるか知らない。葵さんなら飲み物を買いに行きましたよ。
はないが通り過ぎた気もするな。というわけなんだが、そこんところどうなんだ。すみません、難しいですね。まだ心は開けないということか。と言われましても、というわけなんだがそこんところどうなんだが、第一声では何も汲み取れないというのが正直なところです。頑張ってはみたのですが。そうか、カクカクしかじか的に間引いたつもりだったんだが、ドラマのようにはうまくいかないものだな。はい、現実ですので。確かに。こんなところで立ち話もなんだ、場所を変えよう。はい、白子はもうみんなのところにお帰り。私は大丈夫だから、みんなとも仲良しになる時間が必要でしょ。本当頭がいいやつだな。夜風が気持ちいいので学舎の方まで歩きませんか。じゃあ先歩いてて、すぐ追いつくから。あ、はい。葵はまだ買ってないな。飲み物買っていこう。追いつこう。学者の方だな。広場までちょっと距離あるけど、あそこは雰囲気もいい感じだからな。綺麗な夜空が見られそうだ。お、待っててくれたんだ。行きましょう。飲めよ缶コーヒー。ありがとうございます。それとこいつもお裾分けしてやるよ。一本どうぞ。え、タバコですか。それはダメです。ちげえよ、シガレットチョコだよ。あ、チョコでしたか。ブラックコーヒーと合うぜ。ではいただきます。なんだかちょっぴり大人の階段を登った気分です。そいつはよかった。で、話って何でしょうか。ちょっと前に私ら昔話で盛り上がったんだ。私はこうだった、いや俺はこうだったとかさ。俺っていうお仲間さんがいらっしゃるんですね。うん、ユッキ男らしい方なんですね。ユッキは男らしいよ。男の中の男よりも男らしい女だ。褒めてるんですよね。もちろん、私がユッキーのことを悪く言うわけないじゃん。でも二人はここで初めて会ったんですよね。ああ、ついこの間会ったばかりだけど。それでもうそんなに親しくなってるなんて、人見知りな葵には真似できません。私だって人見知りだぜ。うん。あ、コーヒー鼻から吹き出した。だって絶対ないようなこと言うんですもん。人見知りだったらこうして会いに来てくれることもないはずですよ。鼻かませてください。どうぞ。ズズーン。葵はどんな人生を歩んできたんだ。葵の人生ですか。そうですね、とても平凡です。とてつもなく平凡です。そんな可愛い顔してんだから、浮いた話の千やまんあるだろ。絶世の美女か。ツッコミも可愛らしいな。誰かを好きになるようなことも
誰かに好かれるようなこともなかったです。どうして？いわゆる勉強の虫でしたから。勉強が好きだったのか？葵自身は特には。ただ両親が教師だったので、いい点を取ることでしか褒められなくて、それにハイパーサイメシアだったので暗記だけは得意でした。お前の元気はオラのもの的な？全然違います。一度見たものをずっと覚えていられるという特殊な能力です。パンのない暗記パンのようなもんじゃん。そうですね。ずっと欲しかったんだよそんな能力。そんないいものではないですよ。そうかな。それで毎回テストは満点でした。ほらいいじゃん。でもそれだけだったんです。得意なのは暗記した回答を埋めることだけ。他に取り柄なんてなかった。みんなは得意なものがあったり夢中になれるものがあって何かを成し遂げようとしていた。いろんなことを暗記できたけど、葵自身は空っぽだったんです。それに気づいた時には愕然としました。親と同じ教師になる夢とかは？個人的にはそれもなかったです。でも今は 31B の部隊長だ。それなりにやりがいを感じているんじゃないのか？かやもりさんはそうなんですか？ああ手がかかる連中だけどな、やりがいは感じてる。それは良かったですね。でも葵はかやむりさんのようには慣れていなくて。まあ見てたけどさ、 31B のお仲間さんとうまくいっていないようだったな、うん、巻き込んでしまってすみませんでした。いやあれは別に私が遊びたかっただけだし気にすんなよ。優しいですね、かやもりさんは。なことないよ。最初部隊長に任命された時、葵にも全うすべき役目があてがわれたことが嬉しかったんです。みんなをまとめて引っ張っていこう、誰も死なせないように頑張ろう。それが葵の生きる意味なんだ。そう決意を固めました。でもできなかった。葵には向いてなかったんです。みんないなくなっちゃって、一人きりで立ち尽くしていて、そんな光景がずっと続いて、それは終わりのない地獄のようで、どこまでもどこまでも続いていく悪夢で。そんな不安にさせてるのかあいつら。ここは葵のためを思って、己の信念を信じろ。信念？そう、みんなをまとめて引っ張っていこう、誰も死なせないように頑張ろう。それが葵の生きる意味なんだろう。ならその信念を信じて突き進むんだ。それを信じる力なんてもう湧いてこないんです。仲間があんなだからか？違います、葵にその能力がないからです。じゃあ私が信じる。葵の力を私が信じる。少しぐらい力が湧いてこないか？かやもりさんは葵を必要としてくれるんですか？ああ、私には葵が必要だ。あ、でもユリとかそういう意味じゃないよ。はい、葵もそんなつもりで聞いていません。誰だよユリとか言い出したの。かやもりさんです。あれ、そっか、デーペリンか。何ですかそれ。見ろ、受けたじゃないか。なぜユッキーがここにいない？デーベリンコには人を笑顔にする力があった。私は間違っていなかった。これからもやり続けていく。かやもりさんは楽しい人ですね。そうかい、和んでもらえたならよかった。それに葵を必要としてるのは白子もだと思うぜ。そうかもしれないですね。ありがとうございます。少しだけ前向きになれました。だったらよかった。じゃあもう一つ聞かせてくれ。何でしょう。それ
でも前線に立ち続ける理由は、ただ隊長に任命されたから。やっぱ断れなかったの？いえ、今は何でしょう。今は誰も死なせないように頑張ろうってことじゃなくなってるのか？それはもちろんです。でもきっと無理です。葵にはそんな力ないですから。おいおい、私には葵が必要って告ったばかりなのに振るなよ。振ったことになっちゃいますか？ああなるね。ユッキーなら愛が殺意に変わっていただろう。いえ、葵はそんな期待に応えられるよう頑張ります。いや、そんなビビられても。いえ、かやもりさんが信じてくれるなら頑張ります。できる限りですが。ああいいよ、できる限りで。できないことはできないでいいさ。気楽に行こうぜ。はい。とりあえず次の作戦が終わったらさ、祝杯あげようぜ。31A の皆さんとですか？二人っきりでこっそりと。一人きりの地獄なんてその時にはもうない。そうですね。じゃあ楽しみにしてます。遅くなっちゃったし、そろそろ戻りますか。森さん、嬉しかったです。話を聞いてくれて。祝杯楽しみです。よ、どうだった？話してきたよ。結構大変だったけどさ、最後は完全に私に心を開いてくれた。ユッキー、嫉妬しないで聞いてくれ。死んでも死ねえよ。え、マジで？葵に私にはお前が必要だって告っちまったんだけど。そんな！のべつ幕なしやな。修羅場だわ。うんうん。違う！そんな目で見るな！そうか、ルカがそう決めたならそれでいいじゃないか。嫉妬ね。うん。違う！変な意味じゃないから安心しろよ。変な意味だったら怖えよ。嫉妬ね。うん。だから違う！ほら早く言えよ、叫び疲れてきたよ。テーペリンコ？ちげえよ。そうだ、テーペリンコが受けたんだよ。なんでそんな時に限ってユッキーいないんだよ。やっぱこの言葉が世界を平和にするって確信したよ。なら軍やめてテーペリンコを伝えて歩く伝道師にでもなりゃ。待て待て、それってさ、もしかしてすげえ距離歩くことにならないか？交通網はズタズタだから。なる。そう言われるとなんか自信なくなってきた。セラフ使ってキャンサー倒した方が近道だろうよ。考え直した、そうする。よしよし、こんな誰も得しない話題二度と持ち出すんじゃないぞ。うん。あいつの戦う理由はな、
チン便利グッズを発明して世間のお役に立ちたい。うん。そんな主婦のような感覚で命をかけて戦っているというの？そもそも今の人類がキッチン便利グッズなんて欲すわけないだろう。本当にそう言ったのか？かなり脚色した。真剣な話してんだからやめろ。ごめんなさい。あいつの戦う理由はみんなをまとめて誰も死なせないように頑張ることだった。リーダーとして至極真っ当な理由ね。でも今があんなんやと先行き不安すぎるで。それについては本人も悩んでる。だから次の作戦が終わったらあいつと祝杯をあげてやろうと思っている。よく頑張ったなってさ。そうね。私らは？葵と二人きりでこっそりと。これは修羅場だ。実家！もう喉ガラガラだよ。ちゃんとその後かまってやるから勘弁してくれよ。気にしてないから。じゃあしゃあない。タマ、うちと祝杯あげるか。おお、ナイスアイディアです。ちゃうわ。別に何も言っていないのに。ルカと泉の時と同じ目で見てくるからわかるわ。そう。じゃあ私たちも二人で乾杯しましょうか。朝倉さん、はぶられたもんね。食べ物にはいろいろな栄養素が含まれているが、そのうち糖質、脂質、タンパク質は三大栄養素と呼ばれている。糖質は脳や筋肉が働くためのエネルギー源であり、脂質はエネルギー源やステロイドホルモンの原料などの役割を持っている。では、かやもり、タンパク質はどういう役割を持っているか知っているか？心の原料。うん。正解だ。正解は体の原料だ。より正確に言えば筋肉や骨、皮膚などを作る原料だ。日本人の食生活は糖質が多めでタンパク質が不足しがち。体を鍛える時はプロテインを飲むと効率がいいぞ。それではフェーズ2の訓練を始めます。このフェーズでの目的はポイントガンマである鹿島神社までの行軍路を制圧することよ。ただフェーズ1より敵が確実に多いわ。そのまま無策で進むとあっという間にデフレクタが尽きてしまうわ。怖い！何それ！なので今回もフェーズ1と同様、細かにチェックポイントを設けて制圧圏を広げていく訓練をするわ。周囲の環境を考慮して中継地点になりそうなエリアを選定しつつ、3日間の訓練期間で順番にクリアすること。フェーズそのものは短いけど密度が違うから、じっくりと訓練に取り組みなさい。了解であります。どうしてその姿勢を維持できないのかしら。今度は維持してみせます。期待してるわ。目標地点ポイントガンマである鹿島神社にたどり着けば肌の盆地への強襲が可能になるわ。その行軍路を切り開くのがあなたたちの仕事よ。そんな一気に覚えられない。いつも通りじゃねえか。泉さん、反応するだけバカです。私も忍びねえわ。それと今回も 31B との合同訓練になるわ。目標までのルートを切り開くのは 31A、彼女たちのところにキャンサーが集中しないように遊撃するのが
31Bの役目ね、うん、よろしくお願いします。お、来たか。今日もまた頑張ろうぜ。はい。そろそろワクワクする惨事が起きないものかな。だから味方がそんな不穏なこと言わないでください。フェーズ1の時以上に 31A と 31B の連携が重要になってくるわ。敵との遭遇戦への打撃速度、ターゲットの優先順位判断などこれまで以上に意識すること、手数を減らし、どうすれば効率のいい戦い方ができるのかをよく考えて、今回もエミュレーターを使って訓練します。七瀬さん。はい。フェーズ1の時と同様、中継地点までの経路を確保することが本日の訓練目標となります。あさってまでの3日間でフェーズ2訓練を完了させます。では訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。フェーズ2の場所ね。ポイントベータのちょっと先か。援護射撃ね。スモモ、私らだけならもっと効率よく動けると思わねえか。少なくともスモモは本能のままに遊撃が一番よ。皆さん、作戦通りカヤムリさんたちを支援しましょう。はいはい。心配になるぐらい協調性がない連中だな。さあ、あるな。何かあるようだな。まっすぐ行こう。お出ました。死より恐ろしい罰ゲームね。私らならやれるさ。砕けろ。ガンガン行きましょう。さすが、もらった。ちょっといい感じじゃない。よし。ワコブルです。すごいじゃない。オッケー。そうだな。あれは何でしょう。
私らならやれるさ。くらいなさい。この文豪やっぱりゲビよ。こういうのどう？さすが。さすがといったところに開けろ。何かあるようだな。
行動終了。妥当な中継地点へと到達し、ルート上のキャンサーの相当も確認しました。よっしゃー、やったな、おい。はい、皆さんが頑張ってくれたおかげです。ですが、行軍速度が想定より遅れています。ということは、実戦だったら作戦失敗で撤退となります。そんな、 31B は攻撃の精度、標的の選択、どちらも難ありね。ああ、私らも怒られちまったよ。にじめだにゃ。私は体力が持ちません。支援が間に合わず、 31A が包囲された場面が3回あったわ。味方を危険にさらしていることを自覚しなさい。はい。 31A は個別のキャンサーに気を取られすぎず、全体に目を向けるようにしなさい。早森さんは周囲の状況を把握して、もっと味方に指示を出すようにして。司令官、こんな言葉をご存知ですか？何を言ってみなさい。常に何かに挑戦していれば輝きは失われない。結果が成功であれ失敗であれ関係ない。挑戦した時がもう成功と言えるのだ。そういう意味では私は成功し続けています。誰の言葉？キングカズ。スポーツではなく人類の存亡をかけた戦いなので、失敗は許されません。はい。今日の訓練は終了です。明日もよろしくお願いします。もう行きましょう。なんだこれ。行くしかないでしょ。
みる？風のささめき、勝利とは我らシネズミ知る。煩悩よな。一気に片付けるぞ。やるな。ヤバーキ様、してると先生のことを。痛いなった。チャンスだ。うん。アイテムなんて落ちてるのね。どんどん行くぞ。お出ました。いいね、この文豪。
に計略来るぞ。
やかに。
ってくればよかったな。あ、流れ星。くそ、願い事言い損ねた。そもそも消えるの一瞬だもんな。一文字ぐらいしか言えないんじゃないか。一文字の願いってなんだよ。そもそも一文字で成立する言葉ってなんだよ。あ、日本一短い駅名、つがあった。つ、よし言える。でもそれで何が叶うんだ。願い事になってないじゃないか。せめて二文字にしないと意味をなさない。つ、よし言える。いつでも来いよ流れ星。来た。つ、よし言えた。これで叶う。何が？そもそも杖何が向かうんだ？やべえ、今の流れ星が杖落ちるかもしれない。あ、流れ星。キャンセル。危なかった。キャンサーじゃなく私が杖を滅ぼしてしまうところだった。すぐさまキャンセルできてよかった。テレビでやべえニュース流れてなかった？大丈夫だった？何言ってんだよ。ずっと人類はやべえ状態だわ。いや、巣が滅びたとか。巣？なんでそんなとこがピンポイントで滅びるんだよ。マヨネーズだなんてありえない。ん？どうしたの？朝倉さんが納豆にマヨネーズをかけているの。おいしいのに。へえ、カレリンは変わってるな。あ、ケチャップ取って。何にかけるんだよ。え、納豆。お前の方が変わってるだろ。どんな味になるか想像つかんわ。だってホットドッグだってマスタードとケチャップつけるじゃん。あーってならないからな。その例え全くピンとこないから。私は断然なめたけ派です。くそ、それはわかる気がする。合うだろうな、きっと。うちは断然天かすと紅生姜派や。たこ焼きじゃねえか。そういうユッキーは？別に付属のタレか醤油でいいよ。けどできれば卵黄を落としたい。え、納豆に卵？ユッキーが納豆に卵かけるの？なんだよ、悪いかよ。うわー、似合わない。ユッキーが納豆に生卵落としてかき混ぜてるの想像したら笑える。くっそ、言わなきゃよかった。まったく、今では納豆は貴重品だというのにみんな品がないわね。そういや、ドームで栽培してるって話をどこかで聞いたような。って待て、東條、そういうお前は何をかけている？え、ソース。一番わけわからない。ただのウスターソースよ。そんなさも当然のように言われても。みんなはわかるわよね。あれ、何にでも食いついてくれる国見さんにまで白い目で見られてる。よかったな、自分がおかしいことに気づけて。いや、怖い。みんなとやっていけるか急に不安になってきた。この全員の納豆に対する常識の違い、これは後にこう呼ばれ、幾度もチームの危機として立ちはだかることになるだろう。なんてだよ。それは。手塚司令官の乱。手塚司令官の乱。無関係だろ。そりゃあの人が乱れたら恐ろしいけど。本当だ、怖っ。先に想像して。
から言えよ。しかも失礼だわ。それはユッキーもじゃん。やべ、本当だ。今日もフェーズ2の訓練ね。昨日の訓練であなたたちはポイントガンマまでのルートの3分の1ほどの地点までを制圧しました。今日はその先3分の2地点への到達を目標として行軍してもらいます。へえ、頑張ります。まあまあ、私らなら余裕だろう。当然だね。もちろん実戦では3分の1ずつの攻略ではなく、フェーズ1から一気にこれらのルートを駆け抜けることになります。状況把握を密に行い、最適な判断を出すように。はいはい、了解っと。では訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。目標達成できたな。今日も一丁やってやるか。でも山道ってのが厄介だよな。歩きづらいったらありゃしない。白子は得意そうだね。それだ、白子が先頭で行こう。誰も追いつけなくなって白子が孤立してしまいます。そんなに早いのか。なら私らも全速力で走るか。みんなでオリンピック出られるぞ。あたしらすげえな。え、そんなに早いの？時速50キロ以上だぞ。ルカチャーシャなのは悪いことじゃ。再訓練で泣いたり笑った。そうね、ナナミ。人類のそすがこの際伊藤よ。そんな とりあえず今回ここまでですね。
はい、ということで次回お楽しみに、よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。